羽田空港の危険性についいいいてて見ていきたいと思います杉江さんは事故以前より羽田の危険性を指摘されてきたと思うんですけれども南風の時に都心の上空を北から南に降りる場合、うん、これが導入されたのは2020年からなんです、ねうん、どうしてこういうことが導入されたかというと今の羽田空港の滑走路の形が ちょっと効率が良くないということで、はい、全部北から南向けちゃった方がいいということで午後3時から夜7時の間の3時間だけこういう運用をしていると。 これが導入されたいきさつは当時東京オリンピックに向けてインバウンドを増やそうということだったんですけどもう2000万になって年間そんなにいくんだったらっつって安倍首相がですね、えー、じゃあ4000万っつって号令かけちゃったんですよ、うんはい、号令かけられちゃったもんですから管制とか空港担当の人が一生懸命考えてあげく作ったのが。うん このやり方なんですね世界一着陸の難しい空港に、うん、こんなに急行かになるとです、ね、難しいというのは、はい、まあ堀江さんも分かっていると思いますけど、うん、最後に下手して深部地ついたりとかはい,、はい、いろいろ事故をやりやすいんですよね、うんで。これはなんでこうなったかというと実は横田空域があって A 滑走路の侵入の手前に引っかかるんですよ、横田が。うん それで米軍からの要請で新宿の中野坂上でありますよね、はい、ちょうどあの辺なんですけどそれを3800ィート以上にしてくれと、はい、最終降下地点を、うん、そういう要請があってなぜかというとその下を米軍機のオスプレイとかいろんなものがたくさん使いたい。うん そういうことで急降下の角度が始まったといういきさつなんですね、うんうん、ところはですね羽田空港には都心のルートを使わないっていう長年の自治体との申し入れとかも契約っていうか約束があったんですね、はい、こういうことをやるということ以前にですね成田空港にはまだですね発着枠が4万か5万あるんですよ、はい、だから成田で国際線星の主力でやればいいし、うんうん そういう航空政策が安倍さんのインバウンド4,000万って言ってそこでもうぐちゃぐちゃになっちゃったんですよ。で本来は航空政策ですから国会で議論して、うんうん、あれだけの大変な思いして成田空港を使ったわけですから、はい、国際線は成田国内線は羽田というすみ分けがあったじゃないですか。うんうんうん それがずるずると近距離国際線まで羽田持ってきてだん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 今みたいな状態になってきてそれで超過密空港になって今回の事故だってこと関係ありますよねそういうようないきさつでこれが始まったんですよね。でも便利にはなっていくし難しいところではあるんですよね。よくその議論なんですよ。便利と言われるけどね例えば今成田空港から都心に来るのねバスで1時間でしょスカイイラナーやったら何分ですよ。 ね、ところが世界の、ね、大空港行ってください都心に行くのに1時間とか1時間半かかるとこいっぱいですよ、うん、そういうとこに私たちは行って文句言いますか1時間もかかるなんとかしてくれって言いますか、うん、だからインバウンドの人だって成田空港ついてね、うん、都心に行くのに1時間嫌だなんて言うわけないんですよ、うん、羽田空港確かに成田りにりは便利ですよだけどそこはそのために世界だって郊外に空港を作ってるわけですよ今ね 正直全体を見た議論ができてないことが一つと、はい、やっぱり横田区域は石原さん時に多少よくなったんですよね確かそうですね2007年の時に痛み跳ね歩くところだけが条件緩和してストレート飛んでいっと。いあれは僕は外交の話だと思うんで、うん、できると思うんですけどね。うん、だって、うん どう考えても敗戦国とはいえ、うん、もう70年以上経ってるわけだから敗戦国の被害ってこういうもんですよ、うん、こんな都心部のめちゃくちゃいい空域をアメリカ軍が未だに占領してるわけですよ。うんすね、だから見えないから占領されてることが見えないからあれですけどこれすごい占領のされ方じゃないですか 知ってますか新潟まで行ってるんですよいやこんな広いの知りませんでしたこんな広いんですよ韓国とかね、うん、参院とか九州から飛んでくるやつは、うん、新潟から会津万代さんの方ぐるっと回ってこうやって迂回してくるんですよ、うん、だからもっと便利になるんです本当は、うん、例えば大阪に行くのもブワッと上に行けば全然すぐ行けるんだから、うん、もっと短くなりますよ東京大阪なんてね40分とかで行っちゃうんじゃないですか。うん、か石原さんの時に、はい、あのこれを変換してもらって民間航空にしよ 考えが表明されたんですよそれ一回だけで立ちちなっっゃたんですねこれはやっぱり日本政府堂々とね返還をねアメリカにすべきですよそうそれこそ横田基地厚木基地のどっちかでも返還してもらって空港にすれば首都圏の空港問題厚木基地とか横田基地って立派な空港ですから西東京の方々多摩地区とかあの辺の人たちはめちゃくちゃ利便性の高い空港ですよ横田基地って。 まあでも返してくれないでしょうねいやいやいやだから返してくれないですよねっていうのが、うんうん、そんなこと言ってたら沖縄だって返還されないそすよ、うん、そりゃそ,そ,、うん、そ,そうでしょう。じゃあどうしたらいいんですかいやそれはだから政治家が意思を持ってアメリカ政府に働きかけるですよそれはなんかバーターが必要かもしれないけど、うん、ロシアに北方領土返還してくれっていうよりは楽だと思うよ、うん 確かに一応軍事同盟も結んでるわけですから日米安全保障条約結んでるわけですからじゃあ今実際のところねだけの意味を持ってるのかっっててて考えてみればいいですよだって今の日本の脅威っていうのは中国の脅威ロシアの脅威なわけだから厚木基地横田基地があるいは横須賀基地がどれぐらいの重要性を持ってるんですかっていうのを考えてみればいいですよ。あとともうう一個言うとあの六本木のね正常期通り、はい 米軍のアメリカ大統領とかが日本の首相とかと会う時はあそこに行って結構頻繁にね,ねロポンギーとかから見るとヘリポート見えますけどあれも結構関係してると思うんですけど。うん